動画をご視聴いただいてありがとうございます。今回は、元徴用工基金、韓国議長を5月までに、成立という河村氏の発言について、外国人の参政権の推進ということはどういうことかということについてですね、解説してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。一応軽く自己紹介ですけども、私はですね、元塾の先生をしてまして、で建設業関係の会社員として今は仕事をしていますと、自称国際情勢の専門家でございます。で一応こういった資格を持っている人間ですよということを最初に簡単に説明させていただきます。この河村さんという方、1942年生まれ、日本の政治家で自民党所属の衆議院議員ということで10期政治家を務めておられます。まあ、この方がですね、今回のですね、元徴用工基金ということに対して、韓国議長が5月までに成立ということをですね、今回話した人で、あるということで、今話題になってますけども、これはですね、どういうことなのかという根本的なところからですね、皆さんにお話ししながらですね、重要なことをですね、ぜひ押さえていただきたいと思うところを中心にまとめてみましたので、外国人参政権というのはどういうものかということをですね、ぜひ、今回の動画で理解していただければと思います。まずですね、徴用工問題というのはどういうことか、簡単にですけども説明、しますと、戦時中にあったと言われている強制労働をさせられた朝鮮人に対して、新日鉄住基に対して賠償を求めている問題、これが、徴用工問題というやつですが、強制性の有無や日韓請求権協定のことなど、数々の矛盾をはらんでいる問題だというふうに認識していただければと思います。簡単に言えば、こういうことですよということで、一応ですね、徴用工問題分かりやすく解説しているウェブサイトがありましたので、もし詳しく知りたい方はこちらの方を見ていただければと思います。概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひ見てみてください。かなり分かりやすく解説されてました。で、じゃあ日韓請求権協定とはそもそも何かということです。こちらのチャンネル見ていただいている方はもう理解している方も多いかと思いますけども、ぜひですね、根本的なところを一度、もう一度ですね、おさらいしていただいて、こちらの動画を見ていただくといいかなと思います。よろしければそちらの方参考にいただければと思いますが、一応ですね、細かく説明をしていきたいかと思います。日韓請求権協定とはそもそも何かというところなんですけども、この協定にですね、第2条の中にですね、日韓両国間の請求権問題が完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認するとなっていると、1965年のこの協定なんですが、これに基づいて日本は韓国との正式な国交開始と同時に、韓国に対して合計5億米ドル、無償が3億、有償は2億、そして民間融資3億米ドルの経済協力支援を行ったということがあります。双方のですね、合意に基づいて、日本は約8億ドルの支援を行ったということですね。で当時の韓国の国家予算は 3.5 億米ドル程度、日本の外貨準備額は18億米ドルであったことから、その額の膨大さが推し量れる。で韓国はこの日本からの経済協力金を原資として国内のダムや高速道路を整備し、半顔の奇跡を成し遂げたというふうになっています。ちなみにですけども、私が取り上げている文書はほとんどウィキペディアからの情報になりますので、もう別に隠していることとかでも何でもなくてですね、知ろうと思えば誰でも知れる公開された情報から元に情報を提供させていただいておりますので、誰でも見れる、歴史的な経緯ということになります。韓国においてはですね、この日本から支援を受けて韓国が発展したという事実を伏せて、教育していないという現実もありますが、このウィキペディアに載っている内容は私としては、ほぼ客観的な史実だと認識しております。そういった中で、最終的に解決したという問題に対してなんですが、韓国裁判所と、政権のそれぞれの情勢に、よってですね、これを再度要求したり、それを却下したり認めたりというようなですね、紆余曲折がある今日にあるわけですが、実はですね、
この日韓請求権協定の問題というのはですね、こちらを見ていただければと思います。2013年の8月6日、日本共産党の葛西亮議員により、対立する問題は可能なすべての外交交渉により解決すべきという趣旨の文書、解説日韓条約をまとめていたことが判明していると。まあ、これはどういうことかと言いますと、お互いにとってこの紛争はまだ解決してないというようなことがあるんであれば、それらは可能な限り話し合いをして解決しなさいというような、そういった考え方をこの議員は発言したということになります。つまり完全かつ最終的に解決された問題というのを確認したにもかかわらず、日本の議員が紛争があれば話し合うという形で、この問題に関してですね、まだ話し合いの余地があるというような、そういった発言をしているということです。まあ、この共産党の議員がそういったことを言ったわけですけども、実はこういった考え方を持っている国会議員が日本にはたくさんいると、まあ、それがですね、いわゆる請求権協定の問題であるというふうに、まあ、私としては捉えております。つまり、まあ、韓国の中でですね、こういった話を蒸し返しているというのはもちろんながらですけども、日本国内においてもそういった問題を実際に問題化して、で、それを議論する余地があるんだということをですね、喧伝して回っている勢力があるということですね。まあ、それがまさに日韓請求権協定問題の、まあ、一番根本的な問題であるということです。そして今回の元徴用工基金の、河村氏の発言につながるというふうに思っていただければと思います。まあ、何度も言いますけど、完全かつ最終的に解決されたことを確認したわけですが、それに対して、まあ、文句を言ってきている。で、さらにはその文句を認めてしまっている日本の議員がいるということをまず理解していただければと思います。さて、今回の動画のテーマは外国人の参政権の推進というような形でお話してまいりました。まあ、あの前回も動画を出しましたけども、外国人の参政権について、詳しくお話ししておりますが、今回はそれについて考えていきたいかと思います。まず、今回の河村武雄さんという方、まあ、1942年に生まれて日本の政治家として、自由民主党所属の衆議院議員を10期務めておられるということですから、もうずっと長年の政治家であるというところですね。さて、この方、この政治生命において何を主張してきたかということなんですけども、これウィキペディアからなんですけど、政策主張においては表現規制推進、選択的夫婦別姓制度推進、外国人参政権推進、人権擁護法案反対、歴史教科書で慰安婦問題に関しての主張をされている方ですということです。まあ、いくつかですね、まあ、まともなことも言っているんですけども、非常に問題点があるのがこちら。まず表現規制推進で、外国人参政権推進、慰安婦問題、まあ、この3つですね。今回はこの3つをですね、取り上げて、解説していきたいと思いますが、まあ、実はですね、この一番最初の表現の規制推進というところは、これはもうかなり危険な考え方になっております。どういうことかと言いますと、これは私の YouTube 活動なんかにも関わってくるんですけども、これは Wikipedia からですが、ホラー映画などを社会から除去することが少年犯罪問題の対症療法であるという趣旨の発言を国会でしているということです。つまり自由な発言をするべきではないということをですね、案に謳っているわけですが、これはあの前回の選挙の動画でもお話しましたけども、憲法21条集会や結社、言論、出版、その他一切の表現の自由はこれを保障すると、これが憲法の21条に書かれている考え方です。で、表現の自由というのはですね、憲法の、まあ、保障しているのはもちろんながらですけども、民主社会における根幹をなす基本的な考え方です。つまり、この表現の自由を発信を自由な発言をするべきではないという考え方は、憲法の基本的理念から根幹から覆す、まあ、非常に危険な思想であるというところです。まあ、もうもっと分かりやすく言えば、これ言論統制を推進しているということになるわけですね。だから自由な発言をしちゃいけないというのは、言論を統制して、人々の考え方をコントロールすることが大事だという考え方です。これはもう共産主義の考え方そのものではあるんですけども、要するに自由な発言をさせるべきではないという考え方は、この方の主張であるわけですが、非常に危険な考え方であるということはまず理解していただきたいと思います。そして外国人の参政権推進ということですね。まあ、これはどういうふうに考えておられるかと言いますと、
中身読みますが、2007年11月8日に開催された在日本大韓民国民団が主催する永住外国人地方参政権の早期立法化をと訴える全国決起の大会に国会会期中にもかかわらず参加し、私ども日韓議員連盟の合同総会では要望書をきちんと福田総裁に渡し、実現へ全力を挙げることを強く求めていくと宣言したということです。で、在日韓国人の地方参政権問題は日本社会の成熟度を示すものだと推進を進めており、日本は島国ということもあって国際化が遅れており、外国人に対する基本的なスタンスが定まっていない。旧世代には表現しがたい抵抗感がある。人権や反差別に対する教育が弱いのも原因になっていると、在日韓国人の地方参政権を付与することに慎重な日本国民を批判しているということです。つまり、外国人というのは政治に参加するべきであって、そうした人たちの意見を私たちは汲み取るべきだというような考えを持っております。で、その在日韓国人とか、そういう人たちが主張しているのが、先ほど言った、日韓の請求権がまだ消滅していないとか、慰安婦問題というのがあって、それに対して、私たちには権利があると、日本からお金をもらう権利があるということをですね、汲み取ってほしいという考え方が、この人たちの考え方なわけですが、日本は外国人に対して寛容でないのは、それは良くないというふうに考えているのがこの川村さんであり、外国人がもっと政治に参加して、そういった人たちの意見を組み上げようということを推進しているのが、この外国人参政権の推進であるということになります。さて、それにほぼつながってきますが、慰安婦問題ですね。この慰安婦というのはですね、日本国政府が別に認めているわけではなくて、よくいわゆるというのを必ずつけたりするわけですが、慰安婦問題は存在しないという立場を取っているのが日本国の立場です。ところが、この人は2014年に3月4日、日韓議員連盟を代表して、韓国の国会を訪問し、与党セヌリ党党首と面談。慰安婦問題の解決策に向けて取り組んでいくとともに、その他の比較的容易な懸案から解決方法を模索していくことで一致したと報じられたということです。だから日本国がこの慰安婦問題というのを認めていないというよりも、そもそも日韓請求権協定において、日本国の考えとしてはですね、韓国のこういった請求はもうすでにできないということを、立場を取っているにもかかわらずですね、そういったものを認めた上で、で、議員としてですね、韓国の国会に、訪問して、で、そこで、その党首とこの問題を解決しようという形でですね、話し合いをしてしまっているということです。これはですね、もう一度確認ですけども、完全かつ最終的に解決されたことを確認した問題に対して、日本の議員が紛争を認めた上でそれがあれば話し合うという余地を与えているということになります。これが請求権協定の問題であって、外国人が参政権を持つことに対してそれを推進する人の考え方であるということになります。ここまでお話しすればですけども、できる限り客観的にお話したつもりです。ウィキペディアというですね、多くの人たちがすでに認識しているですね、検索エンジンを使ってお話しておりますけども、こういったですね、日本国にとって、日本国の国会議員がですね、外国人が政治に関わることを容認する、あるいはそれを推進するということはですね、非常に、日本にとってマイナスであるということをですね、ぜひ皆さんに、再度知っていただきたいかと思います。賠償金というのはですね、日本国が用意する賠償金というのは国民の財産です。血税ですから、税金ですね。税金が日本国にプールされていて、それから賠償金を払うということになりますが、この国民の財産を外国に渡すための議論を広げていくことに何の利益があるのかということをですね、しっかり認識してほしいかなと思います。もちろんこの人に払うお金も税金ですから。だから日本の国民の利益になるような発言をこの国会議員というのはしていくべきではないかと思うわけですが、先ほども言いましたようにですね、国民の財産を外国に渡しているというそういった人たちがいるんだということですね、それをしっかり理解しなければいけないんではないかと思います。この川村さんという方が今回出てきましたけども、こういった人たちは
この人が唯一活動しているわけではなくて、多くの議員と言われる人たちが、こういった国民の財産を外国に渡すための議論を広げることに、一生懸命なっているんだということをですね、考えれば、私たちがこういう人たちを日本の国会に送り込んで、で、日本の国益を代表して日本の国益を損ねているというような図式が今あるということをですね、しっかり、認識する必要があるのではないかと思います。まあ、そういった意味でもですね、前回、動画を出しておりますけども、私たちの民意を反映するべきは選挙ですということなんですね。だから私たちが普段考えていること、方針、基本的な方針とか政策とか、まあ、こういったものは私たちの意思を反映してちゃんと行われているかというのを監視するのが選挙ですから、まあ、こういったシステムをしっかりですね、機能させていくことが、私たちにとっては非常に大事ではないかというところで、まあ、選挙に意味がないということはありませんので、ぜひ選挙に行きましょうという話を、まあ、今回こちらの動画でさせていただいております。考え方を理解するのはもちろんなんですけども、やはり社会に加わるということをですね、私たちが積極的に取り組まなければ、日本の国益にならないことを一生懸命している人たちに、まあ、都合のいいようにされてしまうというのが今の私たちの大きな問題点ではなかろうかと思います。ぜひ見ていただきたいかなと思っております。で、今回は取り上げたですね、この、まあ、徴用工の問題もですね、何度も言いますけども、完全に最終的に確認していたわけですけども、それを、紛争があればまたお話ししましょうという形で蒸し返しているのは日本の議員であるということをですね、何度も取り上げさせていただきたいと思います。まあ、そういったことがもう別に秘密のことでも何でもなくて、ウィキペディアとか、まあ、その他いろんなところでですね、目にすることはできます。で、それに対して、そんなことはないと、おそらく言うことは難しいと思います。証拠があるわけですから。で、その証拠をですね、多くの人の目にさらしてですね、多くの人がそれを止める権利を持っているわけですから、そういったものを、しっかり私たちで使っていくという、まあ、この民主主義の非常に大事なことがですね、選挙になるわけで。まあ、そういうことになりますので、まあ、ぜひですね、皆さんにもそういったことを考えていくきっかけを作っていきたいかなと思っております。はい。ということで、一応動画の中身については以上となります。まあ、今回ですね、お話しさせていただいているのもですね、もうほぼツイッターからなんですけども、まあ、ツイッターの中にはですね、まあ、こうした人たちにとって非常に都合の悪い事実が垂れ流しになっています。で、ツイッターの中にはですね、あの過激な発言とかも中にはありますけども、まあ、かなりですね、日本の将来に、憂いている人たちが、多く発言をしていますし、で、そうしたことがですね、簡単にできる世の中になっているわけです。まあ、それに対して、何も興味を持たなければもうそれまでなんですけども、しかし、そうすることによって、こうした人たちが暗躍する舞台が整ってしまうということになります。で、逆にですけども、私たちがこうしたことを、まあ、ちょっとでも興味を持って知ることによって、そうした裏で活躍している人たちが活躍できない社会ができるということだと思います。でですね、まあ 今国会議員をしている人とか、まあ、地方議員をしている人とかもですね、実は問い立たせば非常に誇りが出てくる人たちがたくさんいるのは事実です。そしてそういう人たちがこういう日本国の利益にならないことをしているのであれば、正当に選挙で登場して、で、今の私たちの社会を、まあ、正しい方向にするべき人がですね、議員となって、日本の政治に携わっていってもらいたいと思いますので、まあ、そうした形でですね、私たちは、正しい日本の政治を応援していく必要があるのかなというふうに思っておりますので、まあ、ぜひですね、ツイッターの方を着目していただければなと思います。あの、皆さんが唖然となるようなことがですね、かなりつぶやかれていますので、ぜひ、参考にしていただきたいなと思っております。はい、というわけで以上となります。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。